桜天神社の入り口桜天神社は、愛知県名古屋市中区近二丁目に鎮座する神社。織田信秀が、北の天馬宮から菅原道山への木造を勘定して、名古屋城に設けた祠に建てまつったのが、始まりとされる。現在地へ移された1537年を、創建としている。当時、この場所は一万松寺の境内であり、その鎮守として、 置かれたが、1610年の名古屋城追記にあたって1万、松寺が大須に移った後も、社はそのまま残された。この地は、桜の名所で、多くの桜の大樹があったことから、桜天満宮、桜天神と呼ばれるようになった。名古屋城築城の際には、加藤清正がこの地に本人を構えて、指揮を取り、また茶会をたびたび催したことが伝えられている。 桜の大寺は1660人の万寺の大火で消失したが、桜天神の名前は残り、やがて現在の桜通りの由来となった。1661年、尾張徳川家二代目、藩主、徳川三友の命で城を作り、城下に時を告げるため、昼夜12時に鐘を鳴らした。最初の鐘は1763年の火災で消失。 翌年に作り直されたが、1873年に廃止された。2013年現在、桜天神社の敷地内には、レプリカの鐘が建てられている。明治維新に伴う、神仏分離の折に、菅原神社と名を改め、終戦後の1948年に、宗教法人天神社となった。1995年、住宅、 都市整備公団の再開発事業に伴い一部の建て替えが行われ、現在ではビル街の中にこじんまりと存在するが、名古屋三天神の一つに数えられることから多くの受験生が訪れる。毎月25日に月並み祭りを採用している。ありがとうございます。